そして兄ちゃんが開いた書物には、全身を濡らして横たわる水着の女の姿が！なんと、食べてしまったシュウマイが箱を開くと一つもなく、ピョンが相手だとなんかすっごく階段が進むよ。怖くない、怖くないよ。ちょっと悲鳴を上げちゃっただけで。幸いこの合宿所は人里離れています。思う存分に悲鳴を上げられますからね、ユキオ。よかったです。じゃなくて今度こそ大丈夫です。怖くない。じゃあ次、兄ちゃん行ってみよう。プロデューサーの語る怪談話、楽しみにしておりました。わほん、よろしく頼むよ。普通のでいいのに。わかりやすすぎるっしょ。どうやらプロデューサー本人が悪霊に取り憑かれているようですね。話？あ、お話だったんですね。そうですか。嘘のお話で。でも、いつかは、そしたら。